人ってみんなこうだから、あなたもこうしなきゃいけない、私もこうしなきゃいけないっていうのは結構あって、でもスケートをしてる時はみんながこうだからこうしなきゃいけないとかじゃなくて、自分は自分のしたいこのスタイルで行くっていうのをみんな持ってて、なんかもっと自分らしくしていいんだスケートって、っていうか自分のスタイル出していかなきゃつまんないなっていうのをスケートから教えてもらった気がします。SNS で世界中今見れるでしょ。それ見てたら女の子たちが女の子たち同士で結構がっつり写真撮ったり、ね、クルー作ったり、スケートでものすごいいろんなカルチャー作り上げてるなってすごい思ってて、日本だけあんまりそういう写真とか映像が女の子にフォーカスしてないというか、そういうのまだ目立ってないのか、いろんな子たちがいるのになかなか発信されない部分、本当もったいないなと思って、いっぱい写真とか映像、みんなの普段のリアルな姿を撮って、でアウトプットしてたらどんどんなんかいろんな人とすごいつながるようになってって、じゃあもっとウェブサイトとか作って形にしようって思って始めたのがスケートガールズスの。日本のスケートシーンって今こんなんだよっていう、発信することは結構大事なんじゃないかなって思ってて、まあ普通にスケートしながら、え、今のいいじゃんってなったらダッシュでカバンの中に入ってるカメラバーン出して、いいよ今もう一回やってって言ってバーンと撮りまくってて、その自分の身の回りにいるガールズスケーターの発信したくって、なんかリアルな姿、スケートってスケートするだけじゃなくて人それぞれの個性が出てくる、滑ってる姿もだし服もだし履いてる靴から髪型までみんないろいろ個性あって、スケボー女子みたいな固定概念にとらわれず、私はこうだからこう滑んのってやって滑ってる女の子たちが最強だと思う。モフリを初めて見た時、男の子のスケーターが私のとこ来て、今日女の子連れてきたっす、おーやるじゃんとかみたいな、その話してたら、なんかあの金髪のって言って指差したのがモフリオで、なんかよかったら声かけてあげてくださいって言われたから声かけたの、こんにちはって、え、こんにちはでーす、そう、ね、なんか女の子嬉しいなーみたいな話して、なんかその時全然すごい人見知りだったんだよ。そう、めっちゃ人見知りだった、うん、でさ、みんなそれぞれやれることもさ、体型もさ違うからさ、うん、なんかいろんな角度から多分ある気がするから、うん、その中角度を広げてくれると思ってる、スケートの分野で。え、嬉しい、うん、スケートの友達ができたからすごい輪が広がって、うんうんうん、だから本当に始めてよかったって思ったね。本当にそう思う、いろんな人いるし、多様性だっていっぱい増えてるじゃん今ガールズスケーター。確かに、いやめっちゃ増えてる、知らない子いっぱいいるもんだって。しかもさ、めっちゃみんな成長早いの、わかる、うん、そうだね、高校生の子とか、うん、もうそのやってるのみたいな、ね、若い時からやっとけばよかったって思う、でもね、あんま文化がなかったからちっちゃい頃そうだね。だいたい10代とか20代前半でスケートを始めるけど、私がスケボーを始めたのは29歳で、30歳目前で始めました。いつ始めるかは重要じゃなくて、始めることが重要だなって。何かに対して自信がない時は誰にでもあると思うけど、自分が好きだと思うことをとことんやってみるのが一番いいと思います。
それでしんどいなって思った時は友達に話を聞いてもらったり、一旦離れてみても全然ありかなって思います。だからこそ私の目標はシンプルにスケートを楽しむことで、お金や仕事のためにスケートしなきゃとかそういう義務はみたいなものは全然なくて、自分に正直にみんなと一緒にスケートができたらそれだけで十分かなって思います。めっちゃいいやん。